質問来てた。ミツバチの女王蜂はどうやって交尾をするんですか？上空に女王蜂とオバチの集合場所があるので、両者ともそこに行って交尾をします。ニホンミツバチの女王蜂は羽化してしばらく経ち、成熟すると交尾場所に向けて巣から飛び立ちます。一度の飛行で複数のオバチと交尾をして、一生分の産卵で使う精子を集めるんです。女王蜂が巣の外に出るのは交尾飛行と巣別れの時だけ。交尾飛行中に鳥などの外敵に襲われて女王蜂が死んでしまうと、女王蜂を失った群れが消滅することもあります。ニホンミツバチの交尾は女王蜂だけではなく群れの命運がかかっているんです。無事に交尾から帰ってきた女王蜂は寿命が尽きるまでの間ひたすら卵を産み続けます。なんと1日に1000個くらいの卵を産むそうですよ。